どんな戦いになるのか。11レース特別選抜戦、10秒切っています。針が動きました。3秒切ります。2秒。11レース特別選抜戦スタートしました。赤ランプ、赤のつきました。2度目のスタートお待ちください。2番車フライングのため再発送といたします。ブルーランプ消えていきます。針が動きますと5秒前です。3秒切りました。11レース特別選抜戦スタートしていきます。今度は決まりました。1番の春本が飛び出していきます。2番の吉田遅れました。3番松崎好スタート、連日スタート切れています。外から7番の鈴木ロカズが注文通りのスタート、8番の金子も乗っかっていくところです。内から6番の二村飛龍が逆転を狙いたいところですが、5番手走りとなりました。5番松尾博文が最高峰、4番の森、今日はスタート決まりません。レースは2周目、1番の春本が逃げます。10戦からスタートいって3番松崎、8番の金子が7番の鈴木弘和をパスしまして3番手に上がってくる。2周の3コーナーです。1番の春本リードがほとんどありません。3番の松崎はインコースか、先に金子が仕掛けるのか。レースは残り4周を切っていきます。1番の春本、3番の松崎、8番の金子追走して7番の鈴木弘和も諦めておりません。逆転を狙いたいところです。1番の春本が伸びている。8番の金子が2番手になりました。3番松崎、7番鈴木弘和と3番手争い、先頭も変わります。残りは半分です。1番の春本を捕まえました。8番の金子です。1番の春本が2番手交代、7番の鈴木朗が3番手に上がってきています。3番の松崎が追走して、その後ろが4番の森、5番の松尾上がってくる。6番手、6番の二村飛龍下がって、2番吉田最高峰。レースは残り2周を切っていく。1コーナーで7番の鈴木朗、2番手1番の春本、3番手です。8番の金子、7番の鈴木朗、浜松へのワンツー体制。1番の春本が粘るか、3番の松崎さばかれた、5番手交代、4番の森が上がってくる。青旗が回って残りは1周、最終周回です。3番手争いはどっちか。8番の金子先頭は抜け出しました。2番手も7番鈴木朗が取り切って、最後飛び込みたい。1番の春本のインコース、4番の森届かない。1番の春本が伸び返す。8番の金子大輔最終日決めてみせた。7番の鈴木朗、1番の春本です。11レース払い戻し金は2連単8番7番590円、2連複7番8番320円、3連単8番7番1番3290円、3連複1番7番8番1090円です。